とりあえず、ループイラーっていうのはその釣り網機でできた生地しか使わないブランドにしよう。なぜならば、今金吉工業さんと和田メディアさんともう、この和歌山いわゆる日本で2件だけなんですね。あの厳密に言うと最近で3件になったりしてるんですけど、あのただもうあのこう見ての通り機械はこういう状態で新しくこういう機械はできませんので、現存する機械だけしか、ないんですね。で、まあ、とりあえずその釣り網機でできた生地はものすごくいいので、この釣り網機でできた生地だけを使うブランドを作ればおのずとこの網機を次の世代、要するに皆方君たちの世代の人たちにこうバトンタッチできるというか、この網機の存在を、まあ、バトン渡せるんじゃないかなと思って作ったのがループイラーの始まりなんですね。だからなんかこう、ファッションをやりたかったとかブランドをやりたかったとかそのクリエイターになりたかったとかデザイナーになりたかったということではなく、まずは、釣り網機を、残したいっていうそういう強い思いが自分の中にあったので、このループイラーっていうブランドを始めた。この釣り網機っていう機械なんですけど、これは1900年代初頭に日本に伝わってきたって言われてまして、だから今の本当に機械的量産の原型の機械なんですね。もともと和歌山でもこの機械しかなくて、1970年代ぐらいまで本当にこの機械ばっかりで活躍して、その時まあ下着とかですねを編む機械だったんですけど、そこから今の大量生産向けの機械ができまして、どん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 みんなそっちに移っていっちゃうんですけど、で特にまたこれ手間がかかるんですよね、はい、編み立てるのに歯車なんかもむき出しでよくやってるもんね、こうやって、はい、もう職人がもう何度も何度も一日ほこりとの戦いなので、ほこりを丁寧に丁寧に取ってあげないと、普通にバーッとコンプレッサーとかで拭いちゃうとほこりが編み込んで傷になっちゃうので、その手作業でほこりを取ってあげたりですとか、一旦手間、生地が出来上がるとパーツをきれいに剥がして油を塗ってでまた戻してっていうのを毎回毎回一日に何度も何度もやるのが職人の仕事で、非常に手間がかかる上に生産効率が悪い。やっぱり洋服ってデザイナーとかブランドに光が当たりがちだけど、そこは物を作っていないので、クリエーションというかデザインしたりアイデア出したりするけど、やっぱり実際手を動かしてこう汗をかいて作ってくださっているのは、やっぱみんな皆方のようなこの現場の人たちから縫製工場の現場の構成してくれる人たち、この人たちがいないと、Tシャツ1枚、スウェット1枚できないっていうのが事実だから、やっぱこの人たちがいなくなったら洋服できないので、やっぱりそのみんなにこうなんか光が当たるというか、やっぱりみんながなんか自分の仕事にこう誇りを持てるというか、まあそこまで大げさじゃなかったとしてもなんか毎日がやりがいを持てるというか、そういうようなことにならないとやっぱりこうみんな良くならないというか、そのこの仕事がみんな良くなっていかないので、やっぱり僕の役目はそういう裏方の人たちにきちっと光が当たって、で世の中の人にこういう人たちがいるからこういういいものができるんですよっていうのを伝えるのがなんか僕の役目だし、ループイラーの役目の一つでもあるなっていうのを思ったので、もう最初から終始一貫それはぶれずに、現場の人たちをなるべくこういう機会があればいいんだっていう、だからこれからはそういうことが必要になる。釣り網機でできた生地の製品と今の大量生産向けでできた生地の製品、遠くから見ると本当に多分分からないと思うんですよ。そうだよね、はい、で僕らがいくらこう話してこれはこうやって手間をかけて作ってるんですって言っても、やっぱ来てもらわないと伝わらないと思ってるんですよ ね。だからもしかしたらそうう他のものより高く感じられるかも分からないんですけど、来てみて自分で選択してで何度も何度も選択しているとあれなんか違うなっていう風に感じていただけるんじゃないかなと。そうだよね、10回ぐらい選択すると確実に違いは出てくると思いますね。はっきり分かるよね、なので一度着てみていただくのが一番伝わるんじゃないかなと思いますね。毎日思いを込めて編んでくれてるからその気持ちを、ね、みんなに伝えられたらねいいなと思います。ぜひなんか買って、そうですね、着てみてもらえたらいいですよね、はい、よろしくお願いします。